メリロンアベニュー駅とは、ロングアイランド鉄道本線の駅である。この駅は、ニューヨーク州、ガーデンシティのナッソーブールバードとメリロンアベニューの交差点にある。この駅は2面のプラットホームとナッソーブールバードにある一つのクロスンダーで、車椅子利用可である。メリロンアベニュー駅は1911年に、 ブルックリンジャマイカ鉄道が1837年6月に建設したかつてのクローズビル駅付近に建てられた。その駅はジェリコターンパイクから離れたキュー・クイーンズ郡の裁判所に最も近いエライダブリュハーの駅であった。1845年までにその駅は裁判が開かれていたの時のみに使われた。1874年から1876年の間に アレクサンダー・ターニー・スチュアートが1872年に、すでに、ロングアイランド・セントラル鉄道沿いにガーデンシティ駅を建てていたという事実にもかかわらず、その駅は、ガーデンシティと名付けられた。裁判所が1877年に引っ越し、1897年6月の時点で数本の列車がそこに停車し続けていたにも、かかわらず、その駅は途中で挫折した。 1911年に駅が再開設されたが、駅舎自体は1912年まで建設されなかった。それは1958年に改築され、その時により小さい駅舎が建設され、またナッソーブールバードのために、線路の元に11フィート6インチの橋が設置された。1933年12月7日、ベリロンアベニュー駅は、 ペンステーション5時33分発、ヒックスビル駅行き列車の最後の停車駅となった。コリン・ファーガソンが白人及びアジア人の乗客に発砲したためである。6人が死亡し19人が負傷した。事件の中で夫を殺害され、息子が重傷を負ったキャロライン・マッカーシーは、厳しい銃規制法を要求し、1996年にアメリカ合衆国会員に選出された。 この事件の記念日にはしばしば駅の東行きのホームの先頭部に記念のリースが飾られる。この駅は高床の相対式ホームを2面有し、どちらも有効長は10両である。1番線と隣接する北側のプラットホームは通常、西行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。2番線と隣接する南側のプラットホームは通常東行き列車が使用する。 本線が2線を有する。ウィキメディアコモンズにはメイロンアベニュー駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。